用意出したチャンバラ対決は、まあ、わしがこのものを撃とうとする、撃とうとする、ただ撃ちたいがために用意したこのチャンバラ対決、まあ、どのような規則かというと、はい、総当たり戦ゆえに全てで3回戦、はい、この現世の柔らかい風船を頭につけ、この柔らかい刀でこの風船を潰した方が勝ちということになる、うん、そして試合時間1試合は2分、この2分の間に勝利、引き分け、敗北、まあ、いずれかの結果が出るということ、そして追加で新たな規則を設けた、この刀で相手の手、足、切ると使えなくなる、お、これはだいぶ不利になりまするな、さよ、ゆえにこの頭のこの風船を狙うだけでなく手や足を攻撃いたして使えなくいたし戦略的に戦うこともできるということ、あ、まず1回戦目誰が出るか、わしが出る、あ、王様、あ、わしにどうな、誰ぞ、拙者、さあではこの悟り対半蔵の第1回戦を始める、皆様準備は整いましたかの、それでは第1試合お、ハンド様頑張ってと言っておりまするぞ。おーと、おーと、今のセーフじゃ。今ハンド様の右腕が切られました。おーと、どうだじゃ？今の足切られた。さあ時間は、あ、まだ大丈夫だ。まだあるでござる。今足を切りました。時間は30秒を切りました。これは足を狙い。実家着物。あの。はい。お、お願いします。1分、まもなく1分でございまする。半蔵様は絵を、お、足が、これは半蔵様、これ悟り殿が動けなくなりました。あ、わし、こっち切られとった。さあ、時間は1分18秒。さあ、まもなく残り30秒でございまするぞ。どういうサブ。さあ残り20秒。いけ、手を使ってはならぬ。まあこれはさあ、そのトマトに悟り殿が当ててますゆえ、これは悟り殿の勝利でございます。さあ続いては縁起丸対悟りじゃ。さあよしよし、では二人とも配置につくのじゃ。第2回戦始め。さあさあさあ、両者睨み合い、さあさあ、お、牽制、さあ、お、まだ今避けたか。さあ、寸分たがわぬ斬撃の応酬。お、お、おと、縁起丸が右手を負傷。これにより勝負か。さあ、ええ勝負が続くか。お、お、おと、悟りの左足が負傷。さあ、両者片腕片足状態で戦う。背中じゃな。さあさあ向こう、お、さあさあ向こう、お、おと、悟りの右腕も負傷。さあ悟りは片足、
まだまだまだ。さああと1分、あと1分。さあ A 勝負。おっと、悟りの背が高い。おお、よし。おっと、背中。お腕、あはは、両腕。さあ、エキマル両腕負傷。エキマル両腕負傷。エキマル両腕負傷。勝負あり。さあ、ただいまの結果、激戦の果てに勝利をつかんだのは、サトリ。次からはわしと半蔵様の土下座争いを取るか。よし、準備はよろしいでしょうか。半蔵様、エキマル殿。それでは、チャンバラ対決、ラウンド3開始。オーマイグッネス、オーマイグッネス、オーマイグッネス、ハンゾ、ハンゾ様、オーマイグッネス、これはワクワクですな。どうなりまするかな。みんなもの、オーマイグッネス、おお、右足がなくなってしまいました、決まり殿。オーマイグッネス、これは激しいでございます。お、激しいでございます。お、また足、ハンゾ様の両足を切り申した。ハンゾ様後ろから。オーマイグッネス、オーマイグッネス、お、お、足かな、足かな、大丈夫にございまするか、ハンゾ様の足。お、足、お、お、足、オーマイグッネス、逆に低ければ足が習いやすいですな。オーマイグッネス、お、オーマイグッネス、オーマイグッネス、アタック、アタック、アタック、ハンゾ様、アタック、腕、エンキマル殿の腕、腕、腕がなくなった。オーマイグッネス、これは面白いでございますな。オーマイグッネス、オーマイ、オーマイグッネス、オーマイ、オーマイグッネス、オー、オーマイ、オーマイグッネス、ラウンド3の勝者は、エキマル殿でございます。ということで、このような結果になった。まず第3位は、お、見事2敗出したわし服部半蔵じゃ。そして第2位は1勝1敗のエンキマル。そして見事第1位に輝いたのはサトリ。あ、見事じゃった。さあ、それでは以上、チャンバラ対決だった。さあ、我ら忍者隊はこのように日頃修行いたし、忍術を愛知県のため、そして皆の笑顔のために現世では使用をしている。これからも我ら忍者隊の応援をよろしくお頼み申す。ありがとうございました。